ば、あの、大きい、まあ、今ちょっと止まってますけど、サイクロンの方を、まあ、この1年間の間に導入したということもありまして、じゃあそのサイクロンを入れてから、またあの風通し、風向きがどう変わったかっていうのを、今日確かめさせていただきたいと。昨年度は、窓口のここの風が、牛舎の中には入るんだけれど、ここの、思想エリア、ここのエリアで空気ごもりが溜まってる。牛に対してそれぞれファンが、あとミストもかかってはいたんだけれど、牛舎全体のことを考えると、中央のファンがなかったおかげで、煙を焚いた結果、向こうの奥の方にただ単に煙がよどんでる。要するに空気だまりが向こうにできて、排気ができてないということが、昨年の問題。上はもしかしたら開けちゃっても構わないかもしれない。